皆さんこんばんは。元ビア部員の和田さんです。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、もう9月ももうすぐ終わりということで、今月私が本当に買ってよかったっていうコスメアイテムを皆さんにご紹介させていただきたいと思います。それではどうぞ最後まで楽しんでいってくださいませ。はい、まず先にお伝えしたいのが、いつも皆さんコメントたくさんありがとうございます。いつも拝見しているんですけれども、その中で結構本当に和田さんのガチのお気に入りはどのアイテムですかとか、今月良かったコスメは何ですかとか、そういった質問がすごく多かったので、今回は YouTube のチームの皆さんと一緒にそういった声が上がってるからということで、私もよくやってみようと思って今月買って良かったアイテムたちをご紹介したいと思います。今回はちょっとそのコスメバージョンをご紹介したいと思います。なんか他にスキンケア系とか、あとヘアケア系とか、あとは香水とかも実は皆さんにご紹介していないもの確かにたくさんあるなと思ったので、今日はちょっとコスメから紹介していきたいと思います。はい、まずちょっと一つ目なんですけれども、カラコンです。実は今皆さんに、シェアするためにですね、こちら右側は、裸眼、こちら左側がこのカラコンをつけている状態なんですけれども、結構ねビフォーアフター違いがあると思いますが、でもすごい自然じゃないですか。そうなんですよ、さすがお分かりで。ですね、私実はもうすぐ30歳ってことで大人の女性ですし、あんまりサイズ的にも、あとは柄もう色もすごくこうカラコンをつけているなっていう風に思われたくないなってちょっとやっぱ思いがあるんですよね。なんかこう自然に盛りたいみたいな思いがあって、いろんなカラコンを試してきたんですけれども、最近本当に良かったのはこのフェリアモのピアコンタクトケアのカプチーノっていうカラーのお色味、 14.2mm のサイズで、すごくねナチュラルなちょっと透け感のあるコンタクトになっております。こちらとあとは指原莉乃ちゃんの、ピンク、ちょっとごめんなさい正式な商品名が後で載せておきます。こちらも使ってます。このどっちかを使うことが多いんですけれども、同じような方がいたらね、ぜひこの2つチェックされてみてください。ゆうこすちゃんのねチューズミーもねすごい良かったかな。別にそのどの色がってよりはもう作り自体がすごくナチュラルな部類だと思うので、ゆうこすちゃんの指原さんの、そしてこのフェリアモあたりはいいかなと思います。 あとはリンカさんモデルのものもすごく良かったです。大体その辺をいろいろ使い回しっていう感じで、使っております。そして次ですが、こちらです。じゃじゃん、これフェイスパウダーなんですけど、エテュセさんのフェイスエディションですね。これなんと石鹸で落ちるタイプのスキンケアパウダーなんですね。私はメイク崩れ、そしてマスクにつきたくないっていう理由でパウダーをしたいなと思ったんですけど、やっぱりそのパウダーを塗るとどうしてもこう塞がれちゃう感じとか乾燥しちゃう感じとか、あとはちょっとこうマットに なりすぎちゃう感じがすごく苦手だったんですよ。ありますよね、そういうちょっと悩みがね、パウダーって。でそれが一切ない、本当に塗ったのかなっていうぐらいの薄膜なのに毛穴をぼかしてくれるんですね。で今も塗ってるんですけど、しっかりこうやって塗っても全然粉っぽくならなくて、夕方まで表面がかさつかないので、これもすごくね重宝してました。最近のパウダーだったら本当に一番良かったんじゃないかな。でこれ単体だと石鹸でもちろん落ちるんですけれども、もちろんその下にねいろんなものを私もつけてるのでちゃんとクレンジングはしていますが、今の時期ちょっとないかないよね、ないんだけど、一日中例えば本当にパウダーだけで過ごしたいなっていう時とか、そのまま寝ちゃっても大丈夫っていうぐらいのパウダーなので、もしこちらも気になる方はねぜひチェックされてみてください。はい、そして次なんですけれども、うわーね、撮影あるあるなんですよね。いろんなメイクアイテム出してるから裏側がすごいリップついちゃった。眉毛のアイブロウワックスで、これ前回の、動画でも、このフルメイクで紹介したと思うんですけれども、スイーツスイーツのアイブロウワックスですね。2週間前ぐらいかな、秋メイクをしたいなと思った時に購入したんですけれども、もうね触ってびっくり。私も今ちょっとこのトップの方を結構描き足しているんですけれども、なんかこう眉毛って描き足すと描き足すだけすごい強くなっちゃうイメージがあるじゃないですか。ペンシルだったりとかね、パウダーでもなかなか色選びが難しいですよね。もうそれってやっぱりその色だけじゃなくて、パウダー自体の質感にもよるんだなって気づかせてくれたアイテムなんです。この質感はちょっとスフレみたいな質感で、乗せた瞬間ふわーっ
ってお肌に馴染んでくれるので、なんか全然強くなりにくいのにしっかりと色が入るっていう、すごい新しいパウダーだなと思いました。毛のないところに毛を足したいけどきつくなりすぎたくない、ふんわり眉毛をこの秋は描きたいっていう方には、ほんと1個ね絶対持ってて間違いないと思います。これ700円なんですけど安くないですか？もう本当に感動しました。でこれ一応アイブロウワックスっていう名前なんですけど、なんか私的に使った感触で言うと、もちろん今日とかは私これだけで仕上げているんですけれども、本当に眉毛しっかり描きたいなっていう方もいると思うんですね。でこれは私結構眉毛自体はしっかりある人でちょっとこう足してるようなイメージなんですけど、もしね眉毛もともとちょっと少なめっていう方でしたら、これワックスをベースにしてこの上からいつも使ってるケイトのパウダーとかで重ねてあげるとすっごい綺麗に立体感出ます。もう下地として使ってもいいぐらいのちょっと粘度がある質感なので、そういうちょっと使い方もおすすめです。次ね、アイシャドウなんですけども、今月のお気に入りはね、もう今月いろんな動画でもう正直出しちゃってきてるんですけれども、これはもう本当に間違いない。そしてこれは来月以降も使えるでしょっていうちょっと秋カラーなのでご紹介したいんですが、ペリペラのインクポケットシャドウパレット、これはもう本当に今月大変お世話になりました。あとはビセアバンシングライカラーの23番ですね、今も実は使っている色なんですけれども、本当にあの粉が細かくって、指塗りでもものすごく綺麗に見たままで発色してくれるアイテムたちなんですね。基本私あの日常生活で丁寧にそのグラデーションをゆっくり作るっていうことは実際あんまりないんですよね。なのであの単色でささっと綺麗に今っぽく仕上がるっていうアイシャドウがすごく好きで使わせていただいております。このねパレットも結構単色単色で組み合わせることが多いかもです。全色グラデーションにするっていうよりは濃い色の上にラメ重ねたりとか、ちょっとこうマット同士重ねたりとか、ちょっとそういう感じで自分で使い分けをしております。そしてこちらもねちょっと9月買ってよかった、アイテムなんですが、ロム&のベルベットティントです。実は今ねつけているリップなんですけれども、ちょっとね上から重ねてみようか。なんか今日黒のねこれザラのワンピなんですけど、めっちゃ可愛くないですか？なんて言ったってメイクで結構汚れやすいので、今日初めて来たんだけどすでに汚れちゃった。これねちょっと今ねお水飲んだから取れちゃったかもなんだけど、本当に可愛くって、急にこう色味の発色がレディー感というか大人っぽさも出るし、深みが出て落ち着きのある赤なんですよね。で質感もロムアノのベルベットって馴染みがいいのにすっごい高密着でサラッとした表面なので、今のマスク時期にはまあぴったりですよね。でティントタイプなので、一度あのティッシュでオフすると、一回オフした後だと本当のちょっとしかつかないので、でもこれぐらい発色が残っているっていうすごい優れものだと思います。このベルベットティント自体もカラー展開はすごく豊富でしたので、ぜひ皆さんもお気に入りの一色を見つけてみてください。そして次ちょっとねメイク系の中にちょっと入れちゃったんですけど、これはもう絶対持ち歩く、2アイテムでした。日焼け止めはコパトーンのパーフェクト UV カットを持ち歩いてたんですけど、私日焼け止めはそんなにねこだわりはないんですけれども、どれ使っても焼けてないか焼けたかちょっとわからない、リアルな話ね。だけど念のためしっかり塗るようにはしていたんですね。ただそのためには私何よりも継続できることすごく重要だなと思っていて、継続っていうのは毎日持ち運べるか、そして塗り直しができるかっていう部分ですね。でそこでストレスにならなかったのが私はこのコパトーンっていう日焼け止めだったんですよね。っていうのもこれもとにかくミニサイズで、いろんなバッグにとにかく入りやすい、そして見た目が可愛い、そして一番私が多分継続するにあたってすごくストレスにならなかったのが、この保湿クリームのように伸びのいいジェルタイプなんですよね。で、スプレータイプの日焼け止めとかも基本持ち歩いてはいたんですけど、なんとなくこれはただの私の偏見と感覚でしかないんですけど、やっぱクリームをねしっかりこう塗った方が焼けにくいのかななんて思っていて、安心感がね違うんですよね。なので塗り直しでもこういったストレスのないジェルタイプのクリームは買ってよかったと思います。で、こちらはですねアルコールのハンドスプレーなんですけれども、タイのスパブランドかな、これちょっと読み方がわからない、タンっていうブランドなのかな。でこれ、ハイドレーティングハンドクレンジングスプレーって言って、ちょっとねおしゃれなデザインですごい可愛いんですよね。バッグに入ってると何それっていう風に聞かれることが多いんですけど、ちょっと贅沢な、アルコールスプレーなんですけど、あの毎日常にやることじゃないですか今のねあの状況だと。その度に
にやっぱりこうちょっとテンションが上がるものってすごい重要だなと思っていて、これもバリエーションがあるんですけど、香りが実はついてるんです。フレグランスハンドスプレーみたいな感じですね。香水までいかないほんのりしたなんかリッチな香りがすごいするので、使うたびにね気持ちがすごい入れ替わって、本当にお気に入りの必ずバッグに入っているアイテムたちです。はいはい、ということで今日はですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 点ですね、ご紹介させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。今回はほとんどがねプチプラのコスメアイテムだったんですけれども、何か皆様の買い物の参考に少しでもなればと思います。ということで、本日も最後まで皆様ご覧いただきまして本当にありがとうございます。そしていつもコメント、いいね、本当にありがとうございます。みんな一人一人のそういったコメントとか本当に励みになっております。チーム一同感謝しております。それではまた次の動画で皆さんと会えること楽しみにしております。今日もお疲れ様でした。ご来店ありがとうございました。